んばんは、本田翼さんに激似の元男の子の青木かのんです。何、私ってそんなに本田翼さんに激似なの？今日はですね、今でも十分本田翼さんに私は激似ですけども、でももっと本田翼さんに寄せたいということで、今日は本田翼さんに寄せるっていうよりかは本田翼さんになっちゃおうかなと思います。今日はですね、なんとこちら、この10万円を黒のヘアメイクアーティストさんにお支払いして、本気でプロのヘアメイクアーティストさんに本田翼さんにしてくださいとお願いしたら、果たして元男の私がどこまで本田翼さんになれるのか、今日は検証していきたいと思います。ということで早速プロのヘアメイクアーティストさんと合流します。ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今からですね、こちらのプロのメイクアーティストさんにこちらの10万円をお支払いして、今では十分本田翼さんに似てますけども、本田翼さんにしていただこうということで、今日はですね、こちらの元男の子のプロのメイクアップアーティスト兼 YouTuber のチュルさんにお越しいただきました。どうぞ。チュルチャンネルというチャンネルで YouTube 活動をさせていただいてます。チュルです。よろしくお願いします。ちなみにプロはカッコ仮でお願いします。とりあえずこちら今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、プロかっこ仮の方から見たら私本田翼さんになれますか？なれます、なれます、絶対なれます。してみせます。お願いします。お願いします。ぼったくったイエーイ。今回本田翼さんにしていただくってことなんですけども、ちなみにどの色を使ったら本田翼さんになれるとかありますか？今回いただいた画像がですね、はい、参考のやつだとオレンジ系のメイクがされていたので、はい、オレンジ系を中心に使っていけたらなと思ってます。わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では化粧スタート。じゃあまず下地塗っていきます。こちらキールズのブラーっていう化粧下地になるんですけど、下地の中の下地みたいな感じで使っていきます。これは小鼻とか本当に顔触られるの気持ちいいですね。キャンディードールブライトピュアベースのパールホワイト、こちらがちょっと、まあ、自然にトーンをアップしてくれるものになります。本田翼さんっていうのはなんかメイク濃いんですか？めっちゃ薄いです。めっちゃ薄いんですね。薄い感じで近づけていけたらと思うので、まあ別にあの化粧はあんまりしなくても本田翼さんなんですかね。私はいや、もう結構本田翼さんお家で、はい、優しい。スポンジ私全然使わないですよね。確かに使わないですね。塗り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 で手でやりますね。スポンジでやった方が質感を結構抑えながら、テカリすぎるとかあるじゃないですか。そういうのがなくなるので。ちなみに本田翼さんは一番メイクでインパクト出してるのどの辺なんですか？本田翼さんでインパクトを出すとしたら、まず唇と唇、はい、肌の感じと肌、結構素肌っぽいですよね。素肌っぽいです。なのであんまりなんか濃くしたくない思ってて、ちょっと色味を抑える程度でやっていきたいんですよ。じゃあキャンディードール、ブライトピュアベースモイストラベンダー、こちらカラー下地になってるので、これをちょっと深みがちょっと若干あるところがあるので、はい、そこに向かって塗って、この赤みをできる限り透明感っぽく変えていけたらと。次こちらになります。ミシャクッションファンデーションのモイスチャーになります。これはファンデーションなんですけど、ツヤ感出してくれるものになってますので、やっていきたいなと思う。塗ってる気にあんのぐらいいいんですか？それ勢いで大丈夫です。ファンデーションが塗れたら、次はコンシーラーを。コンシーラー、はい、はい、塗っていこうと思います。多分今視聴者さん気になってると思うんですけども、はい、まさかの元男の子みたいな感じで多分びっくりしてる人いると思うんですよ。いや全然そんなことないですよ。私めちゃめちゃテンプレな質問私がしていいのか分かんないですけど、全然いいです。いつから自分はあれ女の子なんだろうみたいな、おかしいなと思い始めたのはもうほんとちっちゃい頃ですね。かなりなんか習字通ってたんですよ。トートバッグみたいなのをおばあちゃんとかが作ってくれたりとかするじゃないですか。そのおばあちゃんが作ってくれたトートバッグがすごい可愛くって、可愛いトートバッグを見た時に私一回転したんです。嬉しすぎて。そこからなんか自分でなんか無意識的にやってて、気づいた時にあれみたいな、ちょっとあれやばかったんだなみたいな感じになって、お父さんもすごいなんかみたいな顔してたんですよ。あれ付きなんじゃないかな。男の子っぽいスポーツとかもやってこなかった。
あ、それが全然水泳やったことあるんですよ。今じゃこんなに巨乳なのに。なのに水泳行ったんですよ。水の中が好きってただそれだけだった。昔からちょっと中二病っぽくって、中二病心を満たすためにキャンディードールホワイトピュアパウダーの社員、中二病心を満たすために行ったんですけど、水の中に入って水面を越した時の太陽とか空見るとめっちゃ綺麗じゃないですか。私あの景色がもうめちゃくちゃ好きで、なんとなくわかります。なんかすごい幻想的で、すごい綺麗じゃないですか。それを見たくて私水泳をやばいですよね。マックミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードフェイスパウダー。でもなんか私個人的な偏見なんですけど、はい、私たちみたいにそのなんか元男の子、美容系のこと詳しい人多くないですか？あ、多いですね。逆に私全く分かんないんですよ。珍しいです。そうですね。珍しいタイプ。珍しいタイプ。といえば珍しいタイプ。私はあんまり会ったことはなかったですね。全く分かんないんですよ。苦手みたいな。だから絵描くのは絶望的に下手なので。私も下手ですよ。化粧無理みたいな。キャンメイクシェーディングパウダーの04番。私もめちゃめちゃ下手ですよ。私オラフがもうなんかパキってますよ。オラフを描いたんですよ、あの穴雪に。そしたら目がこんな飛んでます、ね、本当にマジで飛んでます。これ顔小顔効果のやつですか？そうです、小顔効果のやつです、私、鼻がなんか、こう、上に向いてるみたいな、のアップノーズ。チュルさん的には、どこが似せやすいパーツですか？はっきり言っていいですか？はい。目以外。目以外は似せられると思います。やっぱ目なんだ。目は、結構、色味とかで雰囲気出していくしかないかなっていう感じはちょっとありますね。ディカフロッシュラグトーマスキットサンセットブリックです。はい、アイシャドウですか？これはアイシャドウと眉毛とチークがついてるんですよ。欲しい。すごい、めっちゃいいですよ。これ古川優香さんプロデュースしてるやつなんですけど、もう今も違います。え、違いますか？いつも眉毛ちょっとしかやんないですよ。ピュッピュッみたいな。眉毛やった方がいいんですか、やっぱり。眉毛めちゃめちゃ重要ですよ。眉毛で人変わります。ほんなんですか？マジで変わります。メイクで一番重要なのは眉毛って言っていいぐらいですよ。チークは黄色、黄色使います。黄色とちょっとこのコーラルのオレンジ。やばい、もうわかんない、いろんな色ありますよ。こちらのディカフロッシュサンセットブリック。ディカフレッシュ。ディカフロッシュ。ディカフロッシュの2番、ザ・サンセットブリック。この上からキャンメイクパウダーチークスの PW40 番という、これ黄色のチークを塗っていきます。じゃあ次、アイメイクやっていきます。アイメイク、お、来た。この目元にします、お目目。ちょっとね、ディカフロッシュ使っていきます。ちょっと濃いめのブラウンを先にアイシャドウのような感じで、そしたらこの黄色を買っていきます。めっちゃ綺麗です。やばい、これもう期待しかないんですけど、ここからさらにさっき中央に塗った黄色を今度細い筆に取って、アイラインはラブライナーのペンシルのブラウンの方を使っていきます。じゃあ次、アイテープしていきます。はい、アイテープなんですけど、今青木さんが使っているものを買います。片面タイプのアイテープ、こう斜めに置いて目頭側だけを幅を広めに取ります。まつげ上げていきますね。はい、マスカラを塗っていきます。マスカラは、はい、レアナニプラスエクストラカールボリュームマスカラブロンズブラウン。リップを塗っていきます。はい、この画像だとオレンジ系のリップに、はい、イエローとオレンジになりますかね。クラランスウォーターリップステイン02番、軽く置きます。その上からキャンメイクのメルティルミナスルージュの5番ですね。
最後にグロスを塗っていきます。グロスはですね、こちら使います。ルムアのネオムーンっていうものになります。最後にカラコンをしてもらって終わりです。じゃあちょっと入れます。見ずに入れるってやばいっすね。怖い。入りました。入りました、入りました。初めてです、私。見ずに入れるって。私の感覚にちょっと任せてもらっていいですか？マジすごいっすよ。本当です、本当です。本当にやだ。びっくりしてます、今。髪を下ろした瞬間にそうなる。はい。髪を下ろすとやっぱ変わるんですか？髪を下ろすと全然違うっす。ちょっと喋ってなかった肉団子さん、いきなり口数多くなったってことはそういうことですか？そういうことですね。オッケーです。完成です。本田翼さんメイクまで3、2、1どうぞ。やばいやばいやばい、やばいですよね。本当だ、全然違いますね。やばいですね。誰って感じ。ちょっと言葉を発してほしいです。結構頑張って、私の中でも結構自信作でめっちゃ頑張りました。なんかイメージすごい。すげえ。大満足です。もう女優さん顔ですよ、ね。すごいっす。ポイントの説明させてもらうと、本田翼さんの鼻をまず作ろうと思ったんですよ。鼻を作ろうとした時に影を入れる場所っていうのが、ここら辺、はい、この辺りですね。ここだけでよかったんですよ。鼻の先端を細くしないことなんで、ちょっと太めにここのシェーディングのラインを取って、ちょっとだけ鼻先を太めに描きました。ここに影を入れましたね。輪中を若干短くしました。あとは、二重の線の部分なんですけど、二重の線を作るときに、本田翼さんの二重自体が、目頭側の方がちょっと広くて、目尻側の方がちょっとだけ狭い平行二重だったんですよ。アイテープの入れ方をちょっと斜めにして、目頭の方を大きめに出しました。はい、全然なんか、すごい、なんか言葉がちょっと語彙力が失われてすごいっすね。喜んでくれたらすごい嬉しいです。あと眉毛めっちゃ太くしました。青木さんの元の眉毛がちょっと細めだったので、はい、眉毛を結構いろんなものを使って眉毛そのものを描いて人の眉毛が生えてるようにしました。人の眉毛っぽくちょっと足しました、はい、自眉みたいな。これですか？そうですね、自眉ですね。大満足でございます。本当ですか？やった、はい、嬉しい。ということでですね、今回、チュルさんにお願いをしてですね、本田翼さんに見せるんじゃなくて、もう本田翼にしてもらうっていうことでですね、やっていただいたんですけど、いかがだったでしょうか？ぜひですね、チュルさんとコラボしてますので、はい、チュルさんのチャンネルも画面の下に、リンクありますので、そちらをご覧ください。お願いします。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下からフォローお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。